どうも鈴木です。カズノです。はい、今日は東京の亀戸に来ました。で、江東区で美容室を3店舗経営されてるカズノさんのお店にちょっとお邪魔したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、これどのくらいのものなんですか？なるほど。これはコーヒー詳しい人はもう知ってるメーカー、うん、すごい競合が多そうだったので、うちの場合はもうヘッドスパの方に、まあ、8割ぐらい力を注いで、はい、はい、すみません。これいきなり何ですか？これはこれはオープンの時は、はいはいはい、カフェもやってたので、はいはいはい、その名残でカフェ、はい、テイクアウトだけなんですけど、はいはいはい、コロナの前の年には、はいはいはい、これで出してたんですけど、本物ですよね。本物っていうか本格的なものです。プロ仕様じゃないですか、これ。これはもう某有名カフェとかでも、はいはいはい、扱っている、はい、本物、本物っていうか、はい、これ高いっすよね。これはそうですね、車買えるぐらいの、はい、マジっすか。はい、何十万で買えないの？そうですね、7桁いっちゃう。7桁いっちゃうぐらい。やばいですね。はい、なるほど。コーヒーが好きなんですね、カズマさん。コーヒー好きですね。はいはい。それでテイクアウトやってたんですね。テイクアウトやってたんですけど、はい、ちょっとコロナの前だったんで。そうですね、コロナでダメっていうかやめまして。そうですね、ここ2回目なんですけど、はい、お邪魔した。はい、このスペース違いましたね。このスペース違いましたね。ここにコーヒースペースがあって、はいはいはい、窓が開くような感じになって、はい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 、一応やってたんですけども、はいはいはい、まあ、やっぱ素人が飲食に手出しちゃいけないなって。あ、マジっすか。はい、思いました。表向き。大変だった。表向きコロナだから仕方ないよねって、はい、そういう手になってますけど、はいはい、まあ、実際自分の力不足だと思ってます。あ、そうですか。この辺ね、住宅地っぽくてね、人も歩いてるけど。そうっすね、なかなかテイクアウトは難しかったですか？そうですね、大通りだからいいかなって思いましたけど、ね、もう大通りですよね。コロナの後だったらテイクアウトっていう文化が、はい、なんか文化っていうか、そういうのがキャッチになってきましたけど、その前だとやっぱり、はいはい、ちょっと原宿とか渋谷とか、まあまあまあ、そういうところじゃないと。はいはいはい、あ、そうなんだかなって感じですかね。はい、潰されちゃったんですね。そうですね。まあでもコーヒーは続けると。はい、お客様に好評なので。お客様にはプレゼント、ね、プレゼントですか？はい、まあ、よく無料ですか？あ、無料です、無料です。そうなんだ。もうお金逆にいただくと、はいはいはい、法的 NG なんで。ああ、そっかそっか。はい、僕の自己満足というか。なるほどなるほど。そっか、飲食事業できないです。はい、なるほどですね。そうですね、これは贅沢ですね。これは、はい、なので7桁万円のコーヒーメーカーで、これの小型が1号店にもあるんですけど、はいはい、ああ、はい、やっぱ3つ目の清澄白河店の時は、はいはいはい、まあ、お金の面と置くスペースの面で、はいはいはい、清澄白河はカフェの街なのにちょっとマシーンは置けず、はい、あ、カフェの街なんですね。そうですね、3店舗目ですよね。3店舗目、そうですね、はいはい、ここが2号店でしたか？ここが2号店ですね。あ、はいはい、まあ、1号店にもコーヒーメーカーあると。はい、はい、これどこのブランドなんですか？これはラ・マルゾッコですね。なるほど。これはコーヒー詳しい人はもう知ってるメーカーですね。そうですね、ちょっと、はいはい、結構カフェとかだと割と置いてあるです、ね。はい、ブルーボトルだとこれが3つついてるのが、はい、ダーンって置いてあるんです。はいはい、うん、すげえな、これ。これはちょっと存在感やばいですね。なのでなるべく見えるところの方が見せてるね、面白いかなって思ってます。素晴らしい。はい、ここがじゃあ来て、はい、僕の荷物が待ち客、お客さん待つとこですか？一応そうですけど、はい、まあマンツーマンの、はい、
店なので、あそうそうそう、あやっぱ空いてる時とか立ちっぱなしもあれなので、空いてる時は座ってGoogleとかインスタとか、はいはいはい、ちょっと、はい、スタッフにお願いしてます。なるほどね、はい、ここはお手洗いでした。あ、ここそうですね、お手洗いですね。そう、はい、変わってしまいました。さっきでも変わって、はい、こっちが施術スペース。あ、はい、そうですね、はい、3席ですか。3席ですね、はい、半個室になってますね、はい、素晴らしい。これは最初から半個室だったんでしたっけ。そうですね、最初から半個室で、まあ、やっぱりリラクゼーションだけじゃなくて、ちょっとお悩み解決のヘッドスパサロンみたいな形でやりたかったので、隣の方の存在とか見ない方がいいのかなって。そうですね、まあ、ただ結果的にオープンした次の年にコロナが流行ってしまったので、はいはいはい、まあ、そういうコンセプトよりも、やっぱコロナ流行ってからはなんか刺激あるっていう安心感が、はいはい、SM で良かったのかなっていうことで、はいはい、なるほど、はい、最初はね、コロナ前ですよ、ね、そうですね、はい、そうですね、19年なんで、はいはい、ここの亀戸ってなんかコロナ前ですね、はいはい、はい、でも最初から個室、うん、はい、これはの僕のサロンの参考に。そうですね、はい、ここオープン前に鈴木塾で勉強を、はいはい、鈴木塾に入ろうと思ったきっかけがここの出店のタイミングだったんで、出店していくにあたってちょっと経営を勉強しようと、はい、もうこのままだとちょっとはいはい、はい、経営を勉強したいなと思って、はいはいはい、はい、鈴木塾に入ろうと、はいはい、なったきっかけというような感じです、はい、なんかね、さっきちょっと聞きましたけど、はい、お客さんのね、単価が高いですよね。そう、いくらでしたっけ。1万5000円ぐらいは、はい、これこの辺の相場ってどのぐらいなんですかね。カットいくらぐらいなんですか、普通の近くの。カットだとやはり 4,5000円。 4,5000円なんだよ、まあ、はい、ホットペッパーさんの、はいはいはい、あの担当の方曰く、まあ、7000円後半が単価なので、まあ、エリアでいうと倍ぐらい。エリアでいうとエリア平均の倍ぐらいの。ぐらいは、はい。すごいな。なので、はい、まあ、ホットペッパーさん、たまにしてもその話して帰っちゃうだけで、すごいですね、社交辞令みたいなやり取りで、はい、まあ、何かもっと情報欲しいなと思います。すごいな、倍はすごいですね。はい、で、こちらが、あ、そうですね、こだわりが、はい、一応個室と言いますか、スパスペース、はい、ですか、個室スペースと言ったら、個室になってますね。はい、ここでスパを、はい、される、はい、はいはいはい、すごい。スパがメインなんですか。そうですね、やはり髪質改善ケアエステもやってるんですけども、はい、やはりちょっとこう出店のタイミングで、うん、すごい競合が多そうだったので、うん、うちの場合はもうヘッドスパの方に、まあ、8割ぐらい力を注いで、はいはい、まあ、頭皮ケアとか、まあ、根本から、はい、髪をきれいに、はいはいはい、なんか育てていきましょうっていうような、はいはいはい、ニュアンスで、ヘッドスパーの方に力を入れてます、うん、はいはいはい、はい、なるほどですね。ヘッドスパメインで、はい、まあ、コースメニューになってて、あ、そうですね、もう勉強した通りに、で個室でしっかり、はい、マッツマンですよね、はい、そうです。でおもてなしすることで、まあ、喜んでいただいてると、そう、はい、ここは今スタッフさんは何人？ここは今2人です、ね、あ、2人、はい、ここには和野さんはもう出てないですか。ここはそうですね、橋の向こうの、はいはいはい、2、3分のところにありまして、もう1号店でしたっけ。そうですね、はい、そちらに今いらっしゃるですね、はい、
そこはじゃあ任せてるんですか。そうですね、ここと様子見しながらは、はい、合わせてる感じで、はい、はい、三席さん、1号店も三席でしたね。そうですね、一応全部3店舗とも全部三席で、はい、本当は4アウトでいいんですけど、はいはい、広さも、はい、この3、3つともこのぐらいの広さでしたっけ。あ、いや、ここが一番広いあですね、はい、ここは広い分あ、なるほど。できるかなみたいなコーヒーの、はい、お店ですね。はい。まあ潰したけど。ここはここがマスゲのエクステとかマスゲファーの専用のお部屋ですかね。はいはいはい。カフェがなくなって、まあここに生まれ変わったような感じで。はいはいはい。一番奥の席も、はい、あのパーフェクトのグラニューチェアを置いたので、カーテン、一番奥でも、はい、ユールカーテンが、カーテンレールありますね。はい。仕切って、ここでも、はい、ね。グラニューチェアで、マスクとかも、はい。はい、ああ、なるほど。オープニングスタッフが、はい、カメルの、はい、はい、あの、マスクもできるスタッフだったので、はい、はい。まあ、マスクもやりたいという。はい、はい、なるほど。もうあの任せきりで待つっていうことは全然わかんないですけど、あ、待つけは僕は全然やんないですね。全然わからない。はい、すごい。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。なるほどですね、ありがとうございます。はい、じゃあせっかくなんで、はい、あのちょっとね、経営の、ちょっと込み入った話と、はい、いうのも、まあ、もう一本ちょっと動画を出していただきたいと思います。ありがとうございます。いいですか。はい、すみません、今日はお時間いただいてありがとうございました。山本さん、ありがとうございます。じゃあ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、失礼します。失礼します。脱職人経営の LINE 公式アカウントをこの度開設しました。概要欄のリンクからご登録いただくと、登録いただいた方限定で特典シートと特典動画が見られるようになっています。もちろんどちらも無料です。この機会にぜひ登録してみてください。